王中華は、鳥類スズメメのトガである。王中属ダイクルリューリウスのみが厳生する。王中と総称されるが、競技には、ダイクルリューリウスマクロサーカス一種を王中と呼ぶ。エチオピア区、東洋ク、オーストラリア区に生息する。全長18、40センチメートル。ほとんどの種が、全身黒色。樹上で暮らし、昆虫食。王中華は、従来、 主数の大部分を占める王中属ダイクルーリウスと、人重型のパプア王中属ケイトリンカスからなっていたが、パプア王中の系統位置は不確実で、おそらくは、オギビタキカライピドリデイ、あるいは、モズヒタキカパキセファリデイに含まれる可能性が指摘されていた。結局、パプア王中は、オギビタキカに移され、王中カは一族のみの人重型化となった。次の系統時は、 パスケイエトールより、シロハラ王中ダイクルーリウスカーオレシェンズ、スマトラ王中ダイクルーリウススマトラネスウォーレス王中、ダイクルーリウスデンススセルベス王中ダイクルーリウス、モンタノスアンダマン王中ダイクルーリウスアンドマネンシス、ダイクルーリウスローファーニスはサンプリングされていない。カラス浄化の中で王中かなど七かが単系統を形成するが、それらの系統関係は不確実である。 なお、パプア王中が移されたオ、オギビタキカは、この体系統に含まれるが、議論されたモズヒタキカは、この体系統には含まれない。シブリアンドアルクイストでは、パプア王中と合わせて、カラスカ王中赤、ダイクルーリニ王中族ダイクルーリニとされていた。王中赤には他に、およそ現在のオオギビタキカ,カササギヒタキカが含まれていた。国際鳥類学会により、 一族二十五種、ありがとうございます。